回はどんな感じで。今回も延長戦延長お願いします。延長お願いします。延長入りましたので。女性風俗延長入りました。はい。伊沢さんなんかマグマが溜まってるらしいんで。ちょっと今回面白いと思いますよ。もう行くしかない。楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。はい。いいじゃん、キスしちゃえば転送だよ。風俗大戦争。風俗大戦争です。ラブラブ覗き穴。さあ始まりました、山田玲司とバグラビッツ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつどこでこの番組を聞いてくれているんでしょうか。漫画家の山田玲司です。そして、いつものセクシーな相棒伊沢恵美子と俳優の伊沢恵美子です。ない。ない。今日はちょっとね、そうです。いつもはアシスタントなんですけど、セクシーな相棒でいきます。セクシーな相棒になりました。はい、この番組、はい、山田玲司とバグラビッツは恋愛大肯定プログラム、ありとあらゆる恋愛する人たちみんなを応援しちゃう番組です。はい、それでは、セクシーな伊沢さん早速トークテーマお願いします、はい、今回のテーマは、はい、日本風俗史クロニクルパート5。毎回トークテーマを設けてバグった恋愛を分析することでバグラビッツの恋愛をデバッグするヒントを探っていきます。はい、はい、今回は、はい、延長、はい、収まりきらなかった私の思いみたいなやつですかねいやなんか意外と掘り出したらやっぱこう、うん、現日本の問題が全て詰まっているような感じなんですよ ね、なんか結構うん、このね漫画の女性に風俗って必要ですか、うん、アラサー独女の最終職先が女性向け風俗店の裏方だったっけという、はいはい、漫画を、はい、まあ、ちょっと元に話そうかなぐらいだったんですけど、はいはい、意外とというか、うん、これがすごく、うん、いやこれをねよくできていた。これがねだから伊沢さんの何かを揺らしてるっていうのはよくわかりますよ読むと皆さん読んでくれたらわかると思います。まあ、私はこれを読んで、うん、実は、うん、このあと、はい、たまたま、うん、その、うん、飲みに行った男の子が、はいはい、実は、はい、俺女性用風俗で働いてたことがあるんですよ、はいはい、どうやって出会うんですか出会っちゃったんだ。いやマジで本当に、うん、たまたまだそのね、別にマッチングとかじゃないですよ。友人で、うん、ちょっと飲み行こうよみたいな感じで、うん、飲みに行ってたら、うん、なんかでそういう実はみたいな、そうそう話になって、うん、えみたいなで、うん、え私今女性用風俗にめちゃくちゃ興味あるんだけどちょろい客になってんじゃんその時点でもう大丈夫、お金払ってない。まだ大丈夫でも年下だから一応ご飯代はちょっと出したそんな話聞こうものならこれも取材費だと、うん、あ、そうですね、結構落ちますよ落ちるかな、落ちまっても本当にちょっとそんなレベルで聞いたんです、うん、そう、なんかだってちょっとその話をしたくて、うんうん、はい、この漫画に書かれてることが、うん、まあすごいリアルっぽいなとは思いつつ、うんうん、なんかまあでも漫画じゃないですか、うん、だからどうなのかなって思ってたんですけど、うん、まあいろいろその子から聞いた話だと、うんうん、まあ、結構合ってるな。あ、そうなんだ。その子が言ってたのは、うん、やっぱその大変だよねっていう、うん、やっぱ女性用風俗って、うん、まあ、当然ながら、うん、いわゆる男性視点だと、うん、なんか気持ちくセックスして性交渉してお金がもらえるなんてみたいな感じだけど、うんうん、いやまあ そんなことはない。ないだろうね。そうそうそう、うん、でもうなんか、うん、とにかくずっと舐めさせられた、うん、ああそういう人多いんだ何時間も。ああそうなんだ。舐め続けバター系のようなスーパーバタードッグだへえ。そのいわゆる、うん、まあ言ってしまうとその、うん、必ずしも、うん、この女とやりたいぜって、うんうん、思う人ばかりではないわけですよ、もちろん。そうですよね。そう、うん、でも、うん、そうちゃんと、うん、まあ、その本番はもちろんないんですけど、うん、気持ちよくさせなきゃいけないし、しかも敏感じゃないですか女性は。そうですね、自分で立ってくれたって、うん、その女性も嬉しいんですよね。あ、そのセラピストと呼ばれる男性がそうお客さんのせいでちょっと興奮しているみたいな、そう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 反応してるっていうのが分かるとお客様も嬉しくてみたいな、はい、男性もなんかありませんか、そう、まあ、だからそう、うん、めっちゃ濡れてるねじゃないですけど。いやそれはだってさ反応ありきでしょ。そう
そうだから嬉しいじゃないですか。存在証明でしょう。それってそうそうだからそれは一緒なんですよね。女として認めてもらったんだっていう喜びですよね。そうそう。いやなんかさリアルなのかさ、うん、なんかここで働いている男性セラピストは、うん、みんな本当に女が好きっていうの書いてあるでしょ。さ本当基本的にさ女好きさつけるじゃないと無理なんじゃないの。まあそうですよね。どんな人でも愛せないとみたいな話ですよ、ね、そうだと思う。だってそのケーキ職人はケーキが大好きじゃないと無理みたいなさなんかその築地に働くのに魚嫌いじゃ無理でしょみたいなさだからそういうのはあるんじゃないのかなと思いますけどね。俺こういうのやるのって多分中高生って案外モテてやったと思う。まあ、モテるとは、まあ、その子も可愛い顔はしてます、うんうん、でちょっとどっかで俺いけっかなって思ってないと言われないでしょ。どっかでその勘違いさせてくれるような女性がいたはずだと思う、うん、軽い気持ちってもちろん最初は来ると思うんですよ、うん、それはもう多分どこも、うん、ホストもキャバ嬢も一緒だと思ってて、まあ残ってどこまでやれるかっていう話ですよね。繊細な女性の細かな何か要求に対して完全に応えることができるかっていう審査でしょ毎回毎回、うん、大変だ。それでうまくいきだすと、うんまあ、その色恋営業みたいなことをしちゃいけないって言われるんだけど、はいはいはいまあ、やっぱそうなっちゃう。色恋営業になるでしょうねやっぱ女の子の方これ、うん、このね漫画でもあるけど、うん、その予約めっちゃ取って、うんうんうん全部キャンセルするとか、うん、その女性の側がおかしくなっちゃうってやつね。そうそう恋愛になるかと思いきやならないから逆恨みするみたいなやつはい、はい、よくあるやつですね。そう、はい、でまさにその子もやっぱり、うん、ちょっと実は、うん、付き合ったことあるんだって。おお、お客さんと。そう、お客さん、でも実はそのお客さんと付き合った時に、うん、もう一人、うん、自分のことを好きな子がいて、うん、でストラップを、うんもらったんだって、はいはい、それもお客さん、お客さん別のお客さんに、はいはいはい、で、あのつけで目の前ではつけて、うん、で外しといたんだって、うんうんうん、そしたら、うん、で帰ってきたら、うん、家にいたらしくて、うん、うわ怖要はそのストラップに何らかのこう、うん、細工がしてあったらしく。うわすごいねGPS 的なやつそうそうスパイじゃん。エクスタシーをくれると、うん、その男に執着しちゃうっていうスイッチが入るっていうのは昔からありますよね、うん、だからその生かしてくれた男を忘れられない問題っていうのはもう昔から言ってました。お客と、ね、とはいえね生かしてもらったらもうなんかあの人がいいみたいになっちゃうでしょ。やばやばいよね。でその時また言うじゃない、優しいこと絶対言ってるでしょ。まあそうです、だって仕事ですから ね、 ねえ、なんならもういややっと会えたよとか言うでしょ。全然今だってそれがあるからその後の行為 に、 で、 に、ね、そうそうそう。でもそれはあのそういうそのお金が発生してるからやってることですよっていう手なわけで、うん、プレイなわけで、うん、それ信じちゃったりなんかねすると、ね、やっぱ事故が起こりますよねレジ先生、はいはい、まだまだ、うん女風話したいことありますか。あじゃあさこれちょっと男側の話とかしましょうかじゃあ次回、はいはい、やりましょうか、はいはいはい、まだ延長、ま、だ延長です延長しますその男たちにとっての女性風俗どうなの問題っていうのは、うん、あでかいでしょこれは、うん、自分の好きな子が女風通ってますっていうのが知った時にそうなんですよ。また来週やりましょうこれはい、ということで、じゃあ来週ですね、はいはい、はい、また続きまたまだまだ続きますはい次回もお楽しみに。